はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はバナナ TV で放送されている番組情報やゲストコーナー、今世間を賑わせているホットな話題などなどじゃんじゃんお届けするバナナ TV 総合案内番組です。テイク2テイク2ということで、窓は開いてるわ、扉は開いてるわ、タイムわからんわもう開けっぱなしの、なんかやりっぱなしの、もう なんとかしっぱなしですわ、もうな。ヒゲは伸びっぱなしやし、伸びっぱなしやし、ね、週に1回剃るって言ってましたやん。言ってましたよね。忘れました飽きませんな。え、それ週1回分伸びてるの？いやいや、もう途中でもう1回なんか剃ってるはずですよ。1回どっかで。あれですよね、局長ヒゲ伸ばすとこう入るんですよね。そうそう、うにゃーって入るんですよ前向きにアザラシみたいに入るんですよ。あんまりかっこよく生えない。生えないです ね。なんかこう、うん、なんか勢いが前に、前へ前へっていう私は前に進んでいるっていう、こう前向き手を伸ばす感じ。前向きな。そういいと思う。いいですよね。いいと思う。はい。で、美容院は？美容院も行きたいしね。いつ行くんですか？美容院でもそろそろ予約しようかな思ったりなんかして。うん。うん、あみこさん最近行ったんですよね。私は月1回行ってます。必ず決めてるんですか？うん。決めてるんですか？うん、え、すごい。あ、それでも決めといた方がいいですよね。うん、なんか行った時に次の予約取っとくとかもありですよね。ああ、ぐらいがいいかもしれない。いいですよね。僕歯医者それやってるんですけどね。あー、今ね。今ね。ね、もうなんかあったら一時期もう歯医者ばっかり行ってましたからね。忙しい時間帯にすぐ予約入れおるから。ああ、そうですわ。あ、予約決めとこ決めとこ。あ、それがいいですわ。あみこさんね、つかぬことをお伺いするんですけど、はい、美容院に行くようになったのっていつからですか？中学ぐらい。ああ、中学ぐらいか、うん、そんな早くですか。うん、あのね、子供の時はずっと床屋さんに親に連れて行かれてたんですよ、うん、だからあのほら白いのシャワシャワシャワって塗って、はい、あれ気持ちいいですよね。されてたんやけど、女の子あれしたら濃くなるでしょ。え、そうなんですか。顔毛分かんないけど。あ、そうなんですね、うん、今思うとね。うんうんうん、うん、顔それ気持ちいいですよね。でもあれやってもらったらね気持ちいいですよ ねで、あのタオル、あったかいタオル、そうそうそう、蒸しタオルでね、ほわーって ね。あ、なんかあれしに行きたいわ。あの床屋さんのタオルの匂い独特な、なんか、あ、なんかしますね。しますよね、あの匂い良かったっすよね。いい匂い、なんかシャボンというか、なんかね、石鹸っぽい感じのね、ね、いい感じ。うちあれですよ、サロンで、うん、あのホットタオルやってたんですよ、はい、うんうん、それは、うん、あのアロマ水、あ、シミさん、アロマ好きですもんね、うん、やってますよ。そうなんですね、うん、いや気持ちいい、あれ気持ちいいし、いい香りするし ねピーポーピーポー言ってますけど、でね、うん、小学校の4年ぐらいからは小学校の先生に切ってもらってました、うん、えどういうこと。うちのね、小学校のね、うん、その私らにサッカーを教えてくれた先生なんですけど、何でもやってくれるんですよ。で、男の子はバリカンで坊主にしてくれるし、うん、女の子はちゃんと、うん、あのハサミで、うん、あのその当時、うん、狼カット、あー、流行ってた流行ってた、今言うウルフ、はいはいはい、うん、っていうのが、うん、あの人気あって、うん、それを小学校の先生がやってくれてたんです。あ、そうなんです。僕それ妹にやってあげて、なんか変になってめちゃめちゃ怒られた経験がめちゃめちゃ怒られました結構だから何人もやってもらってたから、はい、まあ、やってもらってる子は限られてはいるけど、うん、私そのメンバーみんな同じ髪型可愛いですね。同じ頭の子がね、うん、ボールをかけてね、そうそうそう、わーわー言うて、そうだから6年生ぐらいまではそんな感じです、うん、あ、へー。で、中学ぐらいから美容院、中学ぐらいから美容院行ったんで、なんかあんまり記憶にないんですけどね、うもうちょっとあったやったのかな。あー、そうなんですね。僕ね、結構ずっとね、あの美容室、え、美容室じゃないわあの床屋さん、うんうん、理髪店、うん、に行ってて、男はね、うん、で、ちっちゃい頃はね、うん、あの近くにね金子っていう、そのなんていうの、散髪屋さんがあったんですよ。あ、散髪屋さんの名前。そう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 、うんうん、で、僕ずっとちっちゃい時、うん、あの髪の毛切りに行く散髪屋さんのことを金子っていうもんやと思ってたんですよそしたら、うん、世の中の人みんな金子って、そう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 、あっちゃん金子行くかっていつも言われてたんではいはい、はい、あ、金子行くって言って、うんうんうん、だから
金子言うたら頭切るところの名詞やと思ってたんですよ。わかる。うちのお父さんも、うん、ちょ佐藤さん行ってくるわって言ってました。佐藤さんは佐藤っていうとこやさん。あ、そうなんや。僕にとって佐藤さんは病院なんですよ。違いますよね。そう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 、そうなりますよ ね、 ね、ずっとそう思ってて、うん、で、まあ、結構ね、大学の高校の間中ぐらいまで理髪店でしたね。その金子さん、いや、その次渡辺です。あ、じゃあ違うことを知った。そう、理髪店のことを金子と言うのではないということは多分小学校で気づいたんですよ。多分、ね、3年生ぐらいまで追っては思うんですよね、うんうん、でもそれは気づいて、うん、で、あの引っ越した先ではあの渡辺やったんで、あ、渡辺かって。そこから渡辺なんですよね。よかったよかったね。いや、実際もやっぱり中学やったな、うん、中学ですか。中学ぐらいが脱色とかも始めてた。あー、そっかそっか、うんうんうん、だからまだその頃は顔剃りもやってもらえてね、うんうんうん、だからひげさっきの話、ひげね、うんうん、あの、そう、ひげ脱毛を、うん、僕もっと若い時にやっとけばよかったと思って。なんで今もやったらいいじゃん。いや、白髪レーザー焼けないんですよ。あ、そっか、黒しか反応しないから。そう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 。あ、いいじゃないですか、そう、面白いじゃないですか。読むのないわ、全然。じゃあ面白いね、やってくださいよ。白だけ残る。やってください、白だけ、わざわざ残ってる。迷惑そうな顔されるわ。面白い。迷惑そうな顔されるわ。いや、一回やってほしいな。いや、でもなんか玉木浩二さんみたいになるんじゃないですか。でも一回染めたらいいんじゃないですか、そんなの。染めて、根っこまで染まります。あ、そっか、根っこは無理か。ねえ、うち子供がね、うん、もうちょっとしてからかな、うんうんうん、社会出てからかな、うん、自分でお金持てるようになったら、うん、あの脱毛行くって言ってて、うん、脇毛、顔と脇毛やとすねやるって。え、男の子が脇毛なくすんですか。昔はね、ジャニーズとかでもね、うん、あのマッチでしたっけ、はい、脇毛が薄いの、うん、あれなんか薄い方が、うん、ちょっと恥ずかしい、ね、みたいになってたでしょ、うん、今脇毛までするらしいですよ。え、男同士でお風呂入って脇毛濃かったら偉いんですよ。やってます。だからあの早い子はもう、あの脱毛クリームとかでやってるんですって、うん、脇毛を、うん、そんな時代になるんかな。びっくりした。もう脇毛はもう全員なくすっていうルールに変わるんかな。だって今、うんうん、今っていうか私が知ってる人、うん、あの男性のボーラル、うん、ボールってあっちのボール？男性のボール、下のボール。ツーボールズ。ツーボールズ。うんうん、ツーボールズに生えてる毛の脱毛もある、うんうん。は？それ脱毛する人がチクッとしますよ。そう、もうあの人らはもう全然見慣れてるから全然平気なんですって。はあ。モニターでうち知り合い2人ぐらいがやってもらって、うんうん、っていうのありました。結婚も前やけど。そんなことするんですか？偉いんじゃないんですか？ボーボーな方が。今はだから本当男性の脱毛って流行ってるから、うん、脱毛サロンめっちゃ増えてるじゃん。あー、でもね、確かに脱毛サロンは増えてるし、うん、脱毛は確かにすごい流行ってるのは知ってますけど、うん、そこそのね、ゴールデンボールズまでね、その手が及んでるとは夢にも思わなかったですわ、ね、はー、誰に見せるんですかね。まあ、見せる相手がいるからでしょうね、それなのにね。でもそう、一人のためにトゥントゥントゥンするってことってことでしょ、うん、望んでるかな。いやー、わかんないです、相手次第ですね。なんかちょっと、ちょっと待って、話が過去に寄ってってということは、それが近づいてきてるということですか。はい。CM の後、それをご覧いただきますね、はい、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。
早いもんでもうすぐ6月ね。かまこ、あらいらっしゃい。また来ちゃいました。あらいらっしゃい。6月よ、もうでしょ。ねえ、6月、雨がしとしと木曜日よ、ね、そうですね、梅雨ですね。ねえ、梅雨よ。去年の6月どうしてましたかね。もう去年の6月もうね、コロナであれでしたもんね。あ、そうやそうやそうや、うん、ちょっともうあのマスクが熱くなりだしたわねって言ってた時ですね。そう、夏場これからマスクが怖いわね。もうおそらくマスクなしの生活は帰ってこないですよ、これね。あ、そうか、うん、はいはい、うん、いや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 、大変な、はいはい、ね、世の中になりましたけど ね、うん、ね、はい、何でしたっけ。もうもしですよ。もし、はい。もし、何なの？何？もしですね。もし、唐突にね、はい、うん。もし、豆腐が。はい。豆腐が。この世界にあった。え、ちょっと待って。豆腐豆腐豆腐が。そんな、大丈夫？あなた。食べる豆腐、ね、あなた大丈夫。豆腐です、うん、豆腐。うん。突然、豆腐が、はい。豆腐がこの世界になかったら、どうなのかなって僕考えたことが最近あったんですよ。うん、豆腐がこの世になかったら、うん、なかったら。うん、でも、もうもしなかったとしたら、うん、もう今この令和ですし、うん、もういろんなこうベンチャーとかが多い中で、はい、うんうん、僕こうプリンを食べて太っちゃった人が、うんうんうん、もしかしたらその健康食品として、うん、豆腐を出すんじゃないかなと思ったんです。ああ、なるほど。ちょっと待ってね。何言ってるの？何を言ってるの？え、どうしたの？豆腐を、まあ聞きましょう。はい、はいはい。で、まあ、そうなったら、まあ、うん、ベジ食品、まあ、最近流行ってる、はいはい、ベジだし、うん、もう砂糖使わないからもうローカロリーだし、うん、でもうダイエット業界に多分豆腐は激震を走らせたなっていうのを思ったんですよ、うん、その、うんうんうん、食後のプリンの代わりに豆腐だっつって、うんうん、あの豆腐でもなんかちょっとスイーツに近いやつとかってあったりするんですか？いや、わかんないです、うんうん、そのなんか甘酢かけて食べるとかは。ちょ待って、なんかよくわからんけど一応乗ってるけど。まあまあね、話題、はいはいはい、乗ってるけど、甘酢かけて食べるとかはありますよね。多分醤油、醤油、杏仁豆腐、杏仁豆腐、杏仁豆腐、そうですね、デザートとしてね、うんうんうん、でまあおそらく醤油でしょう。醤油、醤油、まあ冷ややっことか、うん、そうですね、まあその、うん、え、普段そんなこと考えてるの？あなた。大体そうです。うんうん、やっぱこうもしも何かがなかったらしい。なるほどなるほど。ことはよく一人で考えて笑ってるっていう。ね、うん、でもそう考えたらそうか、豆腐に変わるもんってなんか思い浮かぶ？その同じ大豆製品でもその、うん、あの食感でっていうと。ちょっと待って、豆腐のない世界っていうのは、はい、ちょ一応厳密に言いかしてね。納豆もないの？いや、あの豆腐だけしかない。豆腐だけがない。豆腐だけがないですよ。もう何らかのエラーによって、うん、世界から豆腐が消えた。豆腐がたまたま発明されなかった。発明されなかった。うんうんうん、もうそれ以外は全く同じ今の。醤油もある。醤油もある。味噌もある。味噌もある。ああ、じゃあ豆を発酵させるという考えはあるんですね。広がるもんやな。なるほどなるほど。でもそこで、まあ、その豆腐のまあ、うん、を固めるという豆のその汁を固めるっていう技術だけがなかった。にがりが発見されてなかった。にがりもありました。あ、にがりもあった。にがりもあった。でもそれを混ぜたらああいう、でもそう、豆の汁固めるってどうなのってみんな思ってたんです、ね、うん、え、豆の汁固めてそれうまいのみたいな。で一回作ったけど別に味なかったわぐらいの感じで、あの、そうだから、え、歴史的にどれぐらいなの、その豆腐って。豆腐はどこで発明されたのかしら。そこはちょっとリサーチ不足なんですね。まあまあ、でも中国から入ってきた系よね、きっとね。にがりがあって なかった時代やと考えると、うん、豆腐が一番最後の大豆製品の可能性は高い。確かに、ね、そこ、ね、うん、から進化もしてない。うん、味噌はあったのね。味噌ももう全然あるんです。あるんです、あるんですけど、味噌汁の具として豆腐はなかった。ない。豆腐がないからその世界に。気づけよ日本人。もうただまあそういうことって結構あると思うんですよね。あるんですかね。あ、そこにビジネスチャンスとか見てると、なるほど、ね、あ、それ俺もできたわみたいなこと多いじゃないですか。ウーバーにしかり。なるほど。で多分豆腐っていう名前じゃなかったよね。豆腐ではないでしょうね。ね、多分豆乳
豆乳なんちゃらみたいな。なんなんでしょうね、白白ホワイト豆乳でココみたいなホワイトプリンとかなんでしょうね、もしかしたら。ああでもあと湯葉の方が後か、豆の汁を固めたさらにその皮を食うっていう。湯葉もありました。湯葉もあった。あ、え、ちょっと待って、豆腐なかったら湯葉できへんのじゃん。その湯葉だけは目的に作られてたんですけど、うん、豆腐あ、そっちの部分を食べるっていう発想がなかった、ね、なかったんですよ。あこれ食べる、うん、なるほど。そうでしょ、うん、ちょっと待って、もう勝手にしてそれ。もうええわ。いすいません、ちょっと時間使っちゃいましたよ。いやでも、はいはい、でも、うん、もしあの困るわほんまに。でもまだ続ける。あのいや僕ね、はい、豆腐の話じゃないんですけど、うん、一言言いたいことがあって、はいはい、もう前々から言いたかったことがあって、うん、プリンですわ。プリン、プリン、プリンね、はい、今ねスーパー行ったら、うん、だいたいとろける食感の、うんうんうん、プリンしか売ってないんですよ。とろけるなんていうんですかね、プリンみたいな。はいはいはい。で、うんうん、とろける感じのプリンって、うん、言ったらなんか、なんていうんですか、流動食みたいな。飲み物に近い。飲み物に近い。僕はね、うん、あの、ちゃんとカチッとしたカスタード。しっかりした。そう、はいはいはい、昔のね。カスタードクリームのプリンが好きなんです、うんうん。はいはい。でもスーパーどこ行っても。ない？ない。え、プッチンプリンとかは？あんな、あれはプリンじゃないですね。え、プッチンプリン、プリンじゃないんですか。あれは寒天ですわ、あれ。プッチン寒天だったんですか。滑らか、滑らか。そうだったんです。僕にとったらプッチンプリンは、まあ、プッチンプリンです。ああ。もうプリンじゃないんですよ。なんかベイクドなんちゃらみたいな、ちょっとモソモソしてる。ちょっとモソっと系、はあはあはあ。あれが好きなんです。あれが好きなんです。うん、売ってないんですか。めったにない。へえ。あっても高いです。あ、やっぱそっちの方が、うん、カスタードプリンの方が、やっぱそ製法も違えば卵の量も違えば、うん、なんかね、だからあのドロドロのプリン食べてね、うん、みんな何が嬉しいんやろ思ってあんなもんばっか売んなよ思ってそれね、うまいんでしょ。正解あります。あります。答え、うんうん、好み。あー、うん、皆さんそっちの方がお好き。いやまあそうですね。だって、だって、うん、プルプルしないとプリンじゃない。え、プルプルちゃいますよ。こうやったらドゥルーンってなるんですよ。あでもそれはちょっとこうしそじというか40代ぐらいの。もうこう何ていうんですか、プルンがないんですよ。それはもう20代ぐらいの感じ。プルプルンってなる方がね。もそっとしたらだって60代ぐらい。いや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 。またあれ もしかして商品名が違ったりする？そんなことない。プリンはプリンか。プリンって出てるんですよ。どっちが正解なんですか、そのプルプルとモソモソと。伝統的なこと言うとプル、あの、ん？プル？え？いや、モソモソの方が、モソモソの方が、うん、モソモソの方が本来のプリンではあるんです。なんかね、ケーキなんかでもね、昔 の、 あのバターケーキの重たいやつが生クリームでね、ホイップに変わった時はやっぱり、そうそうそう、 パンでもね、フランスパンみたいなのが本場のパンやとかいう考え方やとね、うん、でもプッチンプリンがなんか、うん、まあ一番ね、うん、僕らが一番よく知ってるプリンというか、そうですね、それがプリンだと思ってますよ、うん、あの一番プルルンってこう、うんはい、一番こう理想的な状態のプルルンっていう感じのね、うんうん、ツヤがいいですね、うん、なんかあれですよね、うん、意外と乗ってきてくれないさっき豆腐結構頑張って乗ったつもりやけど意外とプリン乗ってこないですね。そのモソモソっとした方がいいっていうところがやっぱりこう、あんまり共感できないな。あ、そうですか。あ、でも好きな人はね、だからいけるってことでしょうね。モソモソっとせめて両方売ってくれたらいいじゃないですか。あ、選べるよ。確かに、うん、一択なんですね、うんうんうん、そのまあ、でも AV 業界でもやっぱり一択ですね、うん、そういう意味では、でプリプリプリとした20代とかの方ちゃいますよ、今熟女ものらしいですよ。でそんなモソモソなやつあるんですか今売り上げナンバーワンは熟女ものらしい。あ、そうなの。ええ、うん、そうなんですか。熟女ってもうそのいわゆるもう30後半になったら呼ばれるので。ああ、まあ確かに、まあ、全然綺麗な人いっぱいいますもん。まだまだモソモソではないですね、うんうん、そしたらもうまだね、シャワー、うん、浴びたら水はじくような感じの人ばっかり。ああ、うん、それはまだプッチンプリンの量、うん、プッチンプリンですかね、それはね。やっぱりなんかあれですね、うんうん、意外と乗ってきてくれないプリンプリン出たねもういいテーマ変えますあのね、一応ね、この、まあ番組はあのなんていうかスポンティーニアスに
うん、まあなんていうのかな、こう、作り込まないというか、はい、スポンティニアス、スポンティニアス、まあ、作り込まないというか、まあ、自然な流れでとか、台本ないとかね、うん、そういう時に使うんですけど、うん、一応ネタは考えてるんですよね。そうそう、あ、そう、テーマ、ね、話しましょう、テーマね。でこのケンコが最初にプリンって言ったもんやから、うん、この話になったんですけど、まあね、実はもう一個あって、男の手料理ってやつがテーマとして上がってるんですけど、うん、手料理、はい、どうですか、しますか皆さん。します、まあ、結婚されてるし、します、します、うん、得意料理、得意料理はトマト系のパスタ、パスタ、はい、あ、うん、こう煮込んで、うん、玉ねぎをドロッドロにしたやつにトマトをこう入れて、うん、あ、美味しそうですね。で、まあ酸味があってみたいな、うんうんうん、なんかこう、あんまりお店では出ないぐらいの雑な感じにするのがそうです。なるほどなるほど、うんうんうん、まあ、奥さんも喜んで食べてくれてるんですね。そうですね、うん、こうやってこう待ってなるほど、コマコは一人暮らし、結構僕ずっと一人暮らしやから、うん、まあ、できるわね、うん、そうね、あの大概自分で作って食べてるからね、うんうん、最近何作る？最近はね、あの豚と白菜のなんていうの、ミルフィーユ、あれね、あれ、うん、やってみたいんですよ、うん、え、やったことあります？あるうん、あれ普通に美味しいし、うんうん、それの僕なんかバリエーション版で、うん、豚と、それをもやしと水菜でやるっていうのもあるんですよ、うん、それもやしと豚とでやるとすごい美味しいですね、うんうん、うまそうですね、うんうんうん、でそれをお皿にも盛り付けず、うん、鍋でこう作って、うん、できたのをそのまま鍋でテーブル持って行って、うん、そのまま食べてます。おしゃれですね。おしゃれちゃいますね、全然おしゃれですねあれが一番最近作りましたね。カボコ作るの？僕はほら、普段ほとんどしなかったんですけど、うん、まあ、何年かのね、伝説のランブルフィッシュに、はいはいはい、約5年ほどやらせていただいたんですけど、うん、やっぱシェフからいろいろ教えてもらいましたね。あ、こんな、なるほどなるほど、こんな料理があって、うん、ね、まあ、うん、基本洋食ですけど、あ、でね、あのシェフすごいのは、ほぼほぼこう測らないですよ、量とか。あ、目分量で、全部目分量で。で、一つ教えてもらって、これあすごいなと思ったのが、洋食なんですけど、うん、昆布茶パウダーを、昆布茶のパウダーを、大体何でも入れるんですって。あ、へぇ、うん、で、なんかね、その成分自体がもう全部入ってて、なんか、うん、グルナンとかサンミルとかが全部入ってて、はいはいはい、うん、もう万能らしいですね。へぇ、言うたらだしですかね。だし、そう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 、うん、まあ、そういう洋食にそういうの掛け合わせたりとかね。あ、なるほど、パスタとかに、うん、入れたら美味しいですよ、すごい。あ、うん、日本人の口に合うんでしょうね、めちゃくちゃ合う、うん、そう、昆布なんか入れるって考えるだけでね、うん、美味しそうやなと思いますね。シェフの料理うまいですね。ね、うん、なんかこう、うん、家で料理作ってるとね、うんうん、こう成分的に足りないエリアが出てくるんですよ、うんうん、塩味 OK、はいはい、辛味 OK、うんうん、甘味 OK やけど、うん、間がなんか埋まってない、うんうん、なんか変な感じの時ありますね。そうそうそう、多分そういう時に使う、ね、旨味とか、ね、あ、うん、そうそう、だからそのおっしゃってたシェフが言ってたのは、いつも料理って結構足し算掛け算で考えちゃうじゃないですか、うん、辛すぎたら甘いもの出せとか、うん、また甘すぎたらちょっと辛いもの出せとか、うん、そうじゃなくて結構引いていく。なるほどね、うん、最初にまあ必要な分ボンボンと入れて、うん、でこれ入れたらこれは余計、これは余計っていうのをして、最後に昆布茶で味を整えて、うん、なかなか洋食屋さんにしては画期的というかね。あ、なるほどね、うん、あ、昆布茶やってみよう、うん、何にでも使えるんじゃないですか。今ね、なんかね、うちそのだしのも、なんていうんですかね、ちょっと変わっただしあるんですよ。なんていうかね、船寿司を乾燥させて、取っただしっていうのを前、番組ゲストで出張った人から売ってもらって、うんうんうん、めちゃめちゃそれ美味しいんですよ。あ、そうなの。まあまあ癖ありそうなね、結構癖あるんですけど、うん、結構ね、なんかカツオだしの、うん、なん、カツオだしとアゴだしの間みたいな感じ。ああ、それだけでもね、うん、すごい美味しくて、で、なんか成長作用すごく、なるほどね、めっちゃ、ちょっと真面目な話になりますね、はいはい、その船寿司って船寿司ですよね、うん、はいはいはい、ご飯も下にあって、それをあえて一回ご飯ごと乾燥させて、うん、船の部分を発酵させるときに出てきた麹かなんかを乾燥させてるらしいです、うん、はい、ほう、うん、いや、なんか臭そう、うん、それ全然臭く臭くないの、美味しいのよ、うん、船寿司はね、自体はもう独特のね、そう、あれあれ想像するんでしょう、うんうん、すごい臭いと思うんだけど、うんうん、そ、出汁になった瞬間めちゃめちゃ美味しいのよ、うん、それ、そうなんです、うん、人、やっぱ強烈な匂いのもんって結構人間好きな人多いですよね。ああ、
博多のラーメンとかなんかもやっぱりすごい匂いする、うん、豚骨がね、うん、うん、うんこみたいな匂いする、あのうんこ、いや、うん、あとなんかあのさ缶詰であるじゃないですか、世界一なんか匂い、うん、あ、ありますあります、何でしたっけ、ね、プシューってやっ開けた瞬間もうプシューって出てくる、ね、飛行機乗れないですよね、あれ確か、うん、1週間ぐらい匂いを取れへん、そうそうそう、ね、名前忘れたけど、はいはい、でもそうですね、やっぱ強烈な匂いっていうのは一回嗅いだら忘れられないというか、うん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 、自分の臭い匂いって結構嗅いじゃうんですよね、あ、嗅ぎませんどういうこと、また暴走始める、あなたもうそうそう、一回もう、もう暴走始める前にその、鼻の周り、まあ、分かった鼻の周りの匂いとか、はい、ありがとう、匂いで終わんない、シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか、楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください、5秒前4 3 2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから、はい、お帰りなさーい、ということでね、いや、見ていただきましたかまくまですけども、かまくまですけれども、なんかこうテイク1の時とちょっと口紅の色が若干違いますけど、それは、あ、口紅の色変えて薄いのにしたらすごい顔色悪かったから、ちょっとちょっとしたんですけど、なるほどなるほど、あのね、それは置いといてね、うん、私ね、うん、あの、うん、昔床屋さんのあのくるくる回るやつあるじゃないですか、はいはい、あれで首言わしたことあるんですよ、は、とあとなんか薬局のこうやってこうなるやつ、ウィンウィンウィンってなるやつで首これねくるくる回るやつを顔折ってたら、うん、こっちの首言わして、うん、ウィンウィンウィンっていうのに顔合わせたらここの素性言わせた、何してるんですかえ、それ動いてるものを見たら追いかけてしまう習性があったんですか大丈夫ですかそれあるんです大丈夫ですかその子、なんかね、うん、ちょっと動物的本能が強いみたいで ね、今週も動物的に参りましょうバナナ TV